今日から家庭教師をやらせてもらう松尾と言います。よろしく。加藤です。加藤君、ちょっと加藤君元気ないな。すいません。待って、大きい声出すと、はい、パワーが出るから。元気出していこう。はい。あ、じゃあ松尾先生、うん、どうぞこちらへ。あ、ありがとう。皆さん、松尾先生って、うん、どこの大学行ってるんですか。僕、まあ一応東京大学だよ。すごくないですか。いや、そんなことないよ。今ね、受験で大変な時期だと思うけど、うん、加藤君も頑張ればきっといけると思うよ。今何年生なんですか。1年だよ。現役ですか。もちろん現役だよ。そうだ、こんないい言葉があるんだ。苦労することもまた、苦しむこともまた才能の一つである。小説家のドフトエフスキーが言ってたんだ。今ね、苦しい時期だと思うけど、今一生懸命頑張れば受験は絶対。ドエスかドエムか知らんけど。ドフトエフスキー。そんなことより俺のあの年上やから。俺二郎少年だ。俺のは年上やから、お前敬語使えよ、マジで。いやいや違う、ちゃうねん。いや、俺のは先輩や。え、俺間違ってる。いや、間違ってるって謝るけど。いや、間違ってるって謝るわ。すぐに謝るわ。あ、どっちや。まあ、間違ってはいない。いや、俺のは先輩や。ね、はい、大学行ったらさ、1年奴隷、2年平民、3年天皇、4年神や。だからお前奴隷やねん。だから俺のことは加藤さんって呼べ。いや、全然元気ないよ。え、大きな声出した方がさ、パワー出るんちゃうの。言ってたよね。いや、言ってなかったら謝るけど。いや、言ってなかったやったらすぐ謝るけど。どっちやねん。言ってました。な、言ってました。言ってたよね。はい、松尾。はい。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 松尾。これ何なんですかね。いや、どれが疑問持たんでええねん。松尾。はい。松尾。はい。最低早稲田な。最低。いや、最低でも俺を早稲田に合格させるから。今そこは頑張って。お互い頑張るよ、お前。お互い頑張る。ちなみに俺今偏差値5やから。 5? マジで頑張るよ、お前。いや、ちょっと偏差値5なんてありえるんですか。ありえるから言うてんのやろ。じゃあ持ってきたのか、将来全部偏差値5のよ。すいません、大丈夫、すいません。松尾、はい。マジで頑張るよ。いや、マジで頑張るよ言ってんね。はい、お前やれんのか。いや、やりますよ。やれんのかっつってんだよ。やります。はい、松尾。はい。いつやるの。松尾いつやるの。いや、ちょ、松尾いつやるの。今でしょ。やるべ。まあ、こんなことは知ってるか。一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよ。これ伸びたこと言ってたよ。マジで頑張るよ。よっしゃ、受験勉強やるぞ。おい、いつやるの。松尾、いつやるの。うるせえな、うるせえな、お前。偉そうにしてくんじゃねえ、お前。なんの手間って。お前、どれ、なんでどれとか関係ない。お前、大学行ってるんじゃねえ。そもそも大学行ってるんじゃねえか、お前。お前、ゴミなんだよ、お前。お前、ゴミみたいなやつなんだよ。なんだんだよ、サッカーやるのに嫌がって。黙って見てろ、なんだよ、なんだよ、おい、なんだよ、お前。なんだよ、偉そうにしてた。おい、待って、なんだ、ちょ待って、おい、待ったら、なんだ。いや、むちゃくちゃじゃないですか。お前だよ、お前がこうしてんだよ。お前がこうさせたんだよ、お前。なんなんだ、お前は。お前みたいなバカがな、大学行けるぐらい世の中甘くねえんだよ、お前。世の中にこんなバカが一人ぐらいいたっていいんじゃないでしょうか。伸びたがいいと。伸びたもういいんだよ。いつまで伸びた引っ張ってんだよ。なぜか、なぜお菓子は食べるとなくなるんだ。伸びたが言ってたんだろうな。だと思ったよ、お前。静香ちゃんの裸を見ていいのは僕だけなんだ。伸びた何言ってんだよ。